パリ・サンジェルマン、PSG のブラジル代表 FW ネイマールの実母に新たな恋人ができたようだ。スペイン、アスが報じている写真、ネイマール母と新恋人の2ショット。何かとお騒がせなことが多い息子のネイマールだが、母親も負けていなかった。ナディーン・ゴンサウベスさんは、12日に自身のインスタグラム、@ネイディーン.ゴンカルブスに写真を投稿。これが世間の話題をさらっている。投稿には、不可解な出来事は説明するものではなく、自分で体験するもの、というキャプションとともに新恋人と、自宅の庭で仲睦まじく抱擁を交わすナディーンさんの姿が映っていた。この新恋人は、ブラジルでモデルとして活躍する傍ら、4KEG という e スポーツチームに所属するティアゴ・ラモス氏とのこと。随分若く見えるが、なんと年齢はナディーンさんの半分以下である22歳というから驚きだ。28歳である自分よりも若い彼氏が母親にできたネイマールは複雑な心境だろうと想像してしまうが、本人は案外気にしていない様子。ナディーンさんの投稿には、13日午前10時半現在約38万件のいいねと、約4万6千件のコメントが寄せられているが、その中には息子のネイマールからのコメントもあり、お幸せにママ、愛してるよ、と綴られていた。二人の馴れ初めや、交際がスタートした時期は不明であるが、ラモス氏は過去にネイマールの大ファンであることを明かしている。2月にパリで行われたネイマールの誕生パーティーの写真にも写っていることが確認されており、ネイマール本人とも交流があるようだ。なお、ネイマールの両親は2016年に25年の結婚生活を経て離婚している。3月下旬には、上海新家の FW 復帰も12年連れ添った妻と昨年離婚したものの、その元妻の姪とのスピード再婚が報じられていた。